どうも皆さんこんにちは。こんにちは。というわけで今回はですね、気になる商品をちょっと、ね、見つけまして、おもちゃボックスって知ってる？知らん。というわけでちょっとね、おもちゃボックスなるものを買ってきたんですけれども、それがこちら。夢を与えるおもちゃ、私ハッピーテカラバク。イエーイ。はい、というわけでね、今回はこちらおもちゃボックス買ってきたんですけれども、これね、30個入ってるんだけれども、すべての穴におもちゃが入っているそうなんですよ。一つ一つぶち破って、まあ、おもちゃをね、獲得していこうと思います。僕ね、今回初挑戦ということで、交互にね、一つずつ開けていきたいと思います。わかりました。では行きましょう。この出たおもちゃで遊ぼうっていう企画です。最初は、まあ、ど真ん中行っちゃおうかなって、ピンクの、まあ、相撲してるね、行きましょう。これね、あ、いけんね、いきます。こちら買った。あれ、いきます、開けるぞ。おー、やばい、上まで行っちゃった。いきます。すごい、二重だね。こちら、うわ、え、なんだこれ、なにこれ、なにこれ。最初1個目は、なんだろう、これ多分おもちゃじゃないよね。笛でもないし、まあキーホルダーってことで、あの、カラビナみたいなやつ。次はね、猫が楽器吹いてるようなやつを抜いていきたいと思います。お、お、パズドラだ。パズドラですね、こちら3個目。あれ、またパズドラ。パズドラちょっと残りすぎでしょ。こちらですね、はい、ほら、福神根付け。入浴剤か。こちら、こちら、こちら。うわ、何これ。あれだ、エビスさんだ、エビスさん。あああれか、酒の。すげえ、え、めっちゃいいじゃん。でもね、パズドラも学校で使えるし、消しゴムとして。こちら、なんだよこれ。何これ、スマイル。いらない。エビスさん来い。うわ、なにこれ、これ。スーパーボールの亀みたいな。あー、見えちゃった、見えちゃった。あいらないよこれ。なにこれ。お、ちょっとこれと似てるやつね。かぶるね、ビヨンビヨン。これね。あ、カメラが危ない。あー、これは、はい、こちらですね。同じです、同じです。恐ろしい。お、でかいぞ。こちら、こちら。お、お、なにこれ、ミニカー、トミカ。見えてないよ、カメラに。ミニカーですね。こちら、なんだこれ、これ。あ、オカリナじゃなくて、なんだっけこれ、ハーモニカ。あー、ハーモニカだ。あ、無理です。すごい、破壊してるんだけど。オカリナスマートやめて、オカリナスマート。はい、ついにこうなってしまいました。え、ちょっと待って、後ろもあるんだけど。今さ、ちょっとなんかな、あ、ほんとだ、壁があるよ、こっちへ。ほら、パズドラセットだ。後ろからパズドラセット。マジで超お得じゃん、これ2000円だよ、これ。こちら、あー、ま、なんでまた出るかな。ほら、ほら、ほら、見えた、でっかいの。こちら、あ、まだ見にかった。3個目です。どんだけ入ってんの。すごい、グ、え、ダメだった。いや、別にいく。こちら、お、お、おー、来た。おー、エビスネスケ、やった。これエビスさんないの。エビスでしょ、これ。せーの、こちら。お、お、え、これ、え、待って待って、あ、また違うやつの。すごいすごい、これの色違いバージョン。こっちレアバージョンらしいです。すげえ、ね、いいよ。いいね、これ全部揃えたい、七福神。エビスさん来るよ。どうする、ヒローズのカードとか入ったら。やばいよ、今。それはそれでお得、ね、こちら。あ、また似てない。あマジかよ。同じ。おお、また鍵盤ハーモニカじゃないや、ハーモニカ。メイドインチャイナ。あ、服だ。ラスト、こちら。おお。パズドラ後編は後日上がるので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。ちょっとね、前編はグダグダな感じになってしまいましたが、後編はね、まあ、ちゃんと開封できるかなって思うので、よければ見てください。見てください。というわけで、この動画が良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。はい、OK でーす。